ルーティン動画です。11月の4日木曜日、16時5分過ぎです。いやー、今日もね、天気良かったっすね。タラートバンビエン、タラートレーンですね。毎日来てるね、この卵屋さん。そしてこのピギービー、ここもね、売れてますね。あね、ピギービーってね、ビエンチャンで、ツーストエリアで見るようになったなと思ったら、ね、いつの間にか来てましたね、バンビエに。もうね、高速道路で1時間半ですね、1時間半。そして、高速鉄道で30分。もうラオスがどんどん狭くなっていきます。軍用ヘリがね、バンビエンに、要人を乗せてきたりするんですね。で、まあまあ東側の滑走路跡にランディングするんですけど、まあ珍しいから見に行きますよね。軍用ヘリなんてね、なかなか至近距離で見ることないですからね。野次馬根性丸出しでね、見に行くんですけども、で、まあそのね、要人がなんかのね、会議だったり出てる間、パイロットなんかはね、まあ、ヘリの警備ですよね。いたずらされないように、乗ってかれないように、まあしながら、まあ警備っていうのはただボケラーっと突っ立ってたり座ったりするんですけど、そこにね、ニコニコね、しながらね、話しかけていくとね、意外とね、話が盛り上がるんですよね。で、まあまあね、最初はね、これすっごい古いよな、これ何年生だとかって言いながらね、ビエンチャンのね、軍事博物館に展示されているようなやつがね、今でも飛んでるんですね。正直ね、こんなんよう飛ぶなと思いながらもよく飛ぶようなこれでって思うような、古い機材なんですけども、それで、へえ、こんな昔から飛んでんだ、すごいねーなんて言っててですね。で、そういえばビエンチャンからバンビエンまでってヘリでどれぐらいなのって聞いたら30分なんて言ってましたね。30分、はいやとかって言ってたんですけどね、30分はやっつって高速鉄道の方がね、走り始めたら軍用ヘリで移動してくるのと変わんないぐらいのね、所要時間で移動できるんですもんね。すごいですよね。で、こっからルアンパワーまではどれぐらいなのって言ったら、こっからルアンパワーまでは40分ぐらいかなとか言ってましたね。ルアンパバンもね、あれですもんね、空港がね、町の外れにあるからね、バンビエすごいっすよ、町の、ね、中心の隣、町の中心にね、隣接して、エアストリップありますしね、高速道路のね、インターチェンジだって、町の外れすぐですしね、
なんなん歩いていけるぐらいの感じですもんね。まあ一番遠いのはね、駅ですけどね。バンビンステーションはちょっとね、この間ね、いつも GoPro 持って歩いてるインド系の彼が、レールウェイステーションに行ってきたっつって言ってるんで、歩いたのって言ったら、歩いた。40分ぐらい歩いたって言ってましたね。あ、大変やねって言いながら。彼40分ずっとカメラ回してたのかな、すごいよね。多分面白くねえだろうな。向こうはね、そんな変化がなくて割と単調ですからね。まあまあね、この僕のルーティン動画もね、思いっきりねルーティンなんで、変化がなくて単調なんですけどね、うん、だけどね、一部のね、マニアですね、バンビエンマニアには、あ、お、リオープンするんだ、11月10日だ。10日ってことはあと6日、1週間後ですね。1週間後にリオープンですね。あ、そういうこと。実はね、バンビエンの中にね、もう1軒アマゾンできるんですよね。こんな小狭い町にね、アマゾン3軒も作ってどうするんだろうって。あ、だけどね、すごい、すごいよ。あのね、さっきのアマゾン、まあね、これ言ってもね、日本人相手に日本語で喋ってるから、構わないと思うんですけども、あれ、過去のね、1日の売り上げ、最大の売り上げがね、1900万切符売ったって言ってましたね。1900万切符ですよ。まあ20万ちょいですね。で、当時は、アイスブラックコーヒーが、1杯1万5千だったんですよ。で、1杯1万5千切符のコーヒー売って、だ1杯1万5千だから160円ですよね。160円のアイスコーヒーのを売って20万円超売るってすごくねえですかね、これ。で、僕がいつも行く方のね、店でもね、一回ね、1300万だから、14、5万売ったことがあったんですね。でもその時僕もたまたまね、まあまあちょっと締め切りがあったんで、結構長い時間座って作業してたんですけども、まあ、のべつまくんなしにお客さん入ってきて、で、まあ最終的に僕は一番最後まで来たんですけどね、で、最後の波が引いた時に、スタッフ全員、へたり込んでましたね。笑いました。疲れた、暑さ疲れたって言いましたね。さあ、着いた今日は何本のも。